続いてはみやぞんさんの YouTube ライブのコーナーです。はい、まず私からですね、もうね皆さんおなじみのみやぞんさんなんですけれども、ご紹介改めていたします。みやぞんさんは1985年生まれ、東京都足立区の出身でいらっしゃいます。幼なじみのあらぽんさんとお笑いコンビの安全漫才を結成、歌ネタをね大変得意とされていて、自主制作曲足立区の歌、こちらでは足立 CM グランプリ、2年連続受賞をされていらっしゃるんですね。それではいよいよここからはみやぞんさんと中継でつながると思います。みやぞんさんいらっしゃいますでしょうか。みやぞんさんどうかな。はい、みやぞんさん、はい、どうでしょうか。あ、はい、素晴らしい、バッチリです。はい、言葉も通じますね。よろしくお願いします。お願いします。素晴らしいスーツ姿でご登場いただきましたけれども、なんだかでも元気づけたいな、そんな気持ちですよ。ありがとうございます。いやいやいや、こちらこそですよ、こんな時期ありがとうございます。あのみやぞんさんはね、とにかくこうギターとかピアノとかもうとにかく多彩でいらっしゃるわけなんですけれども、はい、今日はじゃあもうどんなね演奏を聴かせていただけるのか、もうすごく楽しみにしております。あ、じゃあこれ本番ですか。本番です。本番です。あ、やべ、今そう開くの嘘。あれ、15時半じゃないですか。15時です。あ、やべ、ごめんなさい。よいしょ、本番バッチリです。あ、ちょっとですね、あのちょっと少し緊張しておりますけども、はい、ただあの何ですかね、皆さんすごいオーケストラの方とかたくさんいるじゃないですか。なのであの僕はですね、本当にあのまああの本当気軽な感じで、もう休憩時間みたいな感じで聞いてもらえるといいですね。あの好きな歌をただ歌います。あ、ぜひもう心込めて歌っていただけるとすごく嬉しいです。はいはい、驚きましたね、これ本番なんですね、すいません。あれ、ごめんなさい。いいえ、とんでもないです。本当にね、お忙しい中このねミュージックフェスティバルにも急遽ご参加いただけることになりまして本当にありがとうございます。それではですね、ここから早速、はい、ライブの方に入っていただければと思います。わかりました。お願いいたします。自分が楽しくあのやるっていうのがテーマでございますから、自分も楽しくいきます。お願いします。それではですね、僕が歌いたい、歌はですね、八代亜紀さんと昔といってもついこの間といってもちょっと前ですけども、歌っておりましたデュエットさせていただいた曲があります。この歌始まったのはですね、僕と八代さんが普段口癖にしている言葉、そう、大丈夫って言葉なんですね。だから今こんな時期ほどまあ不安になってね、どうしようどうしようと思ってる人もいますけど、僕と八代さんはたまたま共通点大丈夫っていうのがね口癖だったんでございます。なので、八代さんがですねギターをいただきました。大丈夫ってね、このギターをプレゼントしていただいたんで、大丈夫だよっていうそのね、気持ち、未来は必ず、明るい方向に向かっているんじゃないかと僕は信じておりますんで、そういう意味でいろんな不安ありますけど大丈夫大丈夫っていうその気持ちを込めて八代さんとのデュエットの歌大丈夫を歌いたいと思います。それでは聴いてください。気軽に聴いてくださいね。いきます。山あり谷あり人生は全て転んで幸せが、はい、時が行く時が行く、辛い昔も思い
ありますけども、聞いていただいてありがとうございます。春が来る、春が、あ、やっぱ音合ってたな。やっぱちょっと低めで大丈夫だったと思います。よかったと思います。はい。続いて、歌わせてもらいます。もう一曲歌わせていただきたいと思います。次はですね、僕、まあ、いろんなことに挑戦してるつもりなんでございますけども、そんな時に、ちょっと壁に打ち当たったなとかね、もうね、笑顔でいるぞとかね、あの、楽しいことと思ってもね、もうね、ちょっと待って、これはそれ続けられないぞっていう瞬間がたまにはあるんですよ。そんな時に、僕がよく聞く歌でございます。一息つきながらっていう曲なんですけど、この歌はですね、やっぱりこう、疲れて頑張りまくって、頑張りまくったその後に、ああ疲れたって休むとですね、なかなか回復が遅いんですね、僕は。なので、あ、疲れそうだなとかね、余裕のあるうちに一旦、一息ついて、考え直すとかね、このやり方で合ってるだろうか、あ、そんなことを見つめ直すときに、なんかこう、この歌を聴いたりとか、この歌を思い出したりとかして、一息ついております。そんなメッセージを込めて、歌いたいと思います。一息つきながら、皆さんも、ちょっと、恐怖が出てきたり、不安になったりしたとき、ちょっと一息ついて、本当に怖いかどうか、本当に大丈夫じゃないのかな、未来は悪くなっていくのかな、そういうことを一回考えてみてください。きっとね、大丈夫だと思うはずでございます。聞いてください。一息つきながら、いつもの毎日、いつもの仲間たち、なんでもないけれど素晴らしい日々、今日歌でしたけど、歌わせていただきました。ありがとうございます。イエーイ、歌いましたね、私。はい、やれるだけの。ありがとうございます。ちょっとね、緊張しましたけども。そうですか。すごく、もうなんか、あの、心に染みてしまって、もううっかりするとちょっと泣きそうになってしまうようなね、もうみやぞんさんの優しいあったかい曲がね、染みました。
全然です。あの、ダメダメなとこありますよ。僕も。でも、あの、なんか、あの、この歌で、本当にあの、なんか、一旦ね、あの、行くぞ。なんで、こんな風に落ち込んでない、行かないと、じゃなくて、一息つくっていうことをね、ちょっとこの歌で教えてもらいましたよ、僕は。うん、そうですね。今こんな時期ですから、はい、皆さんも少しゆったりとした気持ちでね、毎日過ごしていくのもいいですよね。いやー、本当にそうだと思いますね。こういう時期だからですね、あの、今まであった幸せちょっと思い返してみるとかね、うん、気づけなかった幸せだったりとか、なんかこんな言い方でよかったかなとかね、見つめ直すいいチャンスじゃないかなと思っております。そうですね。まあ今ね、はい、本当に皆さんお家の中でやっぱり過ごしていらっしゃってね、はい、この今プログラムもご自宅のパソコンなどからご覧になっている方も多いと思うんですけれども、こういうね、お家の時間をこう楽しむようなね、こう工夫ってみんな今いろいろされてると思うんですけれども、宮崎さんも何かこう工夫とかもしあったら教えていただきたいんですけれども、どうでしょうか。はい、まずあの、僕が思うのは、楽しまないとということは思わないで大丈夫ですよということだけはね。あの、なんか私は何もない。楽しむの何もないって、ならないことが一番なんで、ぐうたらしたければぐうたらしていいよっていうね。あの、こういう時の自分に、優しく、自分のことを褒めて、そんな自分も認めてあげるというのが大事かなと思いますんで、あの、無理に見つける必要はないですけども、ぜひぜひ、ギターとか、はい。簡単に C マイナーとか F とか G とか、あ、それだけで、なんかこう音楽できたりとかね、うん、あの、この機会にぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうかと思います。なんかこう、楽器今までやってみたいなと思っても、はい、ついね、忙しくて手が出せなかったっていう方にとっては、ちょっとね、入りやすい、そんなタイミングかもしれないですね。そうですね。あの、自分の生きてきたことを、あの、経験値として言うしかないんでね、あの、ギターは、あの、僕の中では、あの、かなり、あの、ハマれて、この機会にやるのはいいなとはね、思っております。あの、僕、英語できないんでね、英語をお勧めすることはできないんで、あの、自分の生きてきた中でのね、それしかないですけども、ぜひ、ギターとか、ピアノとか、作詞作曲でもいいから、ちょっとそっちの音楽の方もやってみるっていうのは、いいんじゃないかなと思いますけどね、せっかくこのミュージカル、あの、ミュージックですよね。うんみやぞんさん、うん、あのピアノをね普段こうすごく素敵に弾かれてあの歌も一緒にっていう動画も YouTube などで公開されていらっしゃいますけどあの、はい、ピアノっておいくつぐらいからなさってたんですか。いや本当にね23とか24とか25とかだと思いますよ。大人になってからの挑戦だったんですか。そうですよ。だから全然できない。あの適当にねなんかこう左手を動かして右でちょっとリズムやる。まあ一番は楽しいっていうことは大事かもしれませんね。なんか僕はね楽しかったんですよ。うん、だから楽しいからずっとできたというか。うん、はい。で、あの、人と比べてないので、あの、全然自分ダメだっていうなんかそういうなんか劣等感みたいなのもなしで、うん、自分は自分でその、これぐらいできたら楽しいし、これぐらいやれればいいっていう感じなんで、もう気楽にやってたら、まあ、周りから見てたら、あれできるよそれはって言われたんで、あ、そうなのぐらいですね。そうなんですね。でもやっぱりこうみやぞんさんのお人柄とかその心のあったかさっていうのがもう本当にこうもう自動的に音楽ってもうその人の心が音に乗っちゃいますね。やっぱりね。そうですか。いやいやいや、もうそんなもう全然僕ダメダメです。エロいです。そうですか。それもまた素敵ですけれども。いや、でもはい。あの、それぐらい気軽にやっております。あんまりあの、いい人だってやられても、あの、苦しくなっちゃうもんですから。そうですか？あの、大した人間ではございません。ただのリーゼントの細めのおじさんです。ありがとうございます。はい、すいません。はい、もう今日はね、たくさんの素敵なね、演奏と、そしてトークも聞かせていただいてるんですが、みやぞんさん、もう一曲お願いしてもいいですか？いやいや、もう、お願いされたら断ってないタイプでございますから。そうですか。あの、もう一曲、あの、僕は即興ソングをやっておりますんで、で、なんで即興ソングかと言いますと、その時でなんかこう、伝えたいことだったりとか、うん、なんかこう、そういうのがね、あの、変わってくるじゃないですか、場面場面で。はい。なので、ちょっとですね、即興ソング、今の気持ちを、ちょっと歌にしたいとは思います。じゃあもう今この時間ここでしか聞けないそんなねみやぞんさんの思いが伝わる時間になりそうですね。
ありがとうございます。まあできる限りやってみますね。楽しくね。はい、じゃあ楽しくよろしくお願いします。こちらこそです。それではどんな曲になるかは分かりませんけども、今の気持ちをお届けしたいと思います。僕だってちょっと不安、そんな時あるよ。僕だってあの言い方よかったかな、そんな時もある。僕だってああ今日は笑顔になれない、そんな時ある。僕だってああ今日もなんか楽しもうと思ってもなかなか楽しめない、そんな時ある。そんな時だっていいじゃんか、そんな時だって大丈夫。僕だって怖い時だってある、だけどそんな時僕は自分に言う。そのままでいいんだよ、そのままがいいんだよ。もっと気楽に行こう、楽しく行こう。どんな時でも自分は自分で明るく楽しく気楽に行こう。立派になれないし未熟でいいんだな、それが僕。そのままでいいと思います、なんかね、自分に優しくしてあげて、自分を褒めて、よくやってるよってね、言ってあげてください。イエイはい、どうでしょう。はい、みやぞんさんもうすごい素敵でした。めちゃめちゃ元気いただきました。そうですかね、なんかこう気楽でいいかなと思います。こんなこと言っちゃって傷つけたかなとかね、真面目すぎたりとかするとやっぱりこうちょっと、僕もですね、最近なんか自分をねたまに責めちゃう時あったりします。考える時にね、もっと何か皆さんのために何かできないか、なんでこんな時に力不足なんだとかね。でもそんな時にやっぱ自分を褒めてあげますね。大丈夫大丈夫と、うん、自分が笑顔でいてね、明るくいたら大丈夫だよっていうふうに、自分をかなり、褒めて、そのままでいいんだっていうふうな気楽な気持ちが必要だなっていうことをね感じたんで、それを歌わせていただきましたよ。おお、ありがとうございます。もう本当に気持ちが今みんなほっこりしたかなと思いますね。どうですか。本当に素敵です。ぜひですね、まあ歌でも十分こうね温かいメッセージをいただきましたけれども、最後に今こう画面をねご覧になっている皆様に改めまして最後にメッセージいただけますか。はい、どんな時でも未来は必ず明るくなっている、そんなふうに思っております。今こんな状況でも自分を責めず、周りを責めず、この、地球を責めず、会社を責めず、どんな時でも誰を責めず、自分を許してあげて、そのままでいい、そんな気持ちで気楽な感じで、真面目立派になりすぎないで、もっと気楽な感じで、生きててほしいと思いますよ。だから僕も今日も気楽で楽しくいきますよ。はい、みやぞんさんありがとうございました。本当にこちらこそ呼んでいただいて感謝いたします。はい、どうもありがとうございました。みやぞんさんでした。やるぞやるぞやるぞはい、と
ということでね、もうね、優しさと元気いっぱいのみやぞんさんのトークの、演奏とトークのコーナーでございました。皆様いかがでしたでしょうか。いや本当にね、こんな時期だからですね、みやぞんさんのこうまっすぐなメッセージ、まっすぐな音楽、これがね、私もね本当にこうぐさいい意味でですね、こういい感じに刺さっちゃって、うっかりするとこう涙腺がうってなりそうなね、そんなステージでした。さあ、丸の内ゴールデンウィークミュージックフェスティバル2020オンライン企画。さあここまでもね、バラエティに富んだ演奏いろいろと聞いていただいておりますけれども、この後ですね、15時30分からは弦楽四重奏を聴いていただきますよ。今のところこうピアノとか笙の音色、そして今のみやぞんさんの、ね、ギターとか、お話ありましたけれども、弦楽器ね、今日初めての登場になりますよね。またこれがですね、カルテットソレイユという皆さんにご登場いただくんですけれども、素晴らしい演奏をもうね、収録の動画でたっぷり聴いていただくんですけど、ただの収録ではございません。これ皆さんね、ぜひこの後15時30分から詳しくね、またお伝えしながら、お届けしようと思っておりますので、ぜひ、楽しんでいただけたらと思っております。それではですね、ここから5分少々、お休みのお時間をいただきますけれどもね、画面の前には15時30分にはぜひ皆さん戻ってきて、素晴らしいカルテットのアンサンブル聞いてくださいね。それでは引き続きお楽しみください。一旦さようなら。